17世紀フランス、ユルポによる、カホ家本チエに描かれたジュドポームの競技風景示、ドポームは、中世ヨーロッパで成立したラケット状の道具を用いて、ボールを打ち合う球技で、テニスの先駆となったスポーツである。16世紀から17世紀にかけてのフランス及び、イギリスの絶対王政時代に前世紀を迎え、王公貴族や市民に広く親しまれた。 19世紀以降、英語圏では一般にリアルテニスの名で呼ばれている。1908年ロンドンオリンピックの公式競技の一つで、今日ではイギリスをはじめ、フランス、オーストラリア、アメリカに競技人口がいる。ジュドポームとは、フランス語で、手のひらの遊び、ゲームを意味する。その名が示すように、古くは、素手で、直接ボールを叩いて競技した。その後、 ラケットを使うようになって以降もフランス語では競技を指す場合変わらずポームの語が用いられた。さらにフランスでは壁で囲まれた屋内のコートで行うものをクルトポーム、壁による仕切りのない屋外で競技するものをロングポームと区別する。イギリスに伝わるとこの競技はテニスと呼ばれるようになった。オックスフォード英語大辞典は現存する英語文献において テニスの語が用いられた最初期の例としてイングランドの詩人ジョン・ガワーが1400年頃に表した平和来山の一節を挙げている。19世紀ローンテニスが成立するとテニスという語がこの新スポーツを指して使われるようになる。一方、それまでテニスと呼ばれていた古式テニスについてはイギリスではリアルテニス、アメリカではコートテニス、オーストラリアでは ロイヤルテニスの故障が生まれた。これに対し、今日でもリアルテニスのプレイヤーの間では依然として、リアルテニスをテニス、テニスをローンテニスと呼ぶ傾向が根強く残っている。1874年2月、イギリスのウォルター・クロプトン・ウィングフィールドは自ら、スファイリスティケと名付けた新スポーツの特許を取得した。当時のイギリス人たちは、 このギリシア風綴りの語の語尾だけを取って、スティッキーと呼んだが、ここで、少佐は、自らが考案したと主張する球技を、古代ギリシアの神話で、王女、ナウシカーが遊んだボール遊びやジュドポームの歴史に、連なるものとして規定した。昔のジュドポームをやるための新しく改善された、持ち運びのできるコートとして、その新規性を強調したのである。芝生の上で競技したことから、 スファイリスティ系は、ローンテニスの名で呼ばれることとなり、1875年、オールイングランドクロー系クラブがこれを採用。1877年には、同クラブによって、最初のウィンブルドン選手権が開催された。フロアが赤く塗られた伝統的なデザイン例、デダーン型コートのサービスサイド3方向からコートを囲むペントハウス、奥に見えるのが、デダーン、右手に、 ギャラリーが並ぶメインウォールがガラス張りになっている近代的なデザイン霊球儀場の誓いの舞台となったポーム場屋内で競技するジュドポームのコートは床とそれを囲む壁面、さらにその壁面に沿って設置される日差しからなる。コートはほぼ長方形でサイズは施設によっても異なるがイギリスではおおむね長さ110フィート幅40フィート程度でテニスのコートよりも大きい。 床は石もしくはコンクリート製で壁面も石壁やセメントで表面を塗り固めたレンガ壁などが用いられるフロアの色には伝統的に赤や黒などが用いられる18世紀に書かれたジュドポームの解説書にもボールを見やすくするのに牛の血液などを用いて床を赤く染めたとする記述があるコートの中央をネットで仕切り一方をサービスサイド もう一方をハザードサイドと呼ぶ。ネットはピンと張らず、中央の部分が低くなるようわざとたゆませる。イギリスでは、ネットの中央部分の床からの高さを3フィート、両端の部分では5フィートとするよう定められている。3つの壁面に沿って取り付けられたペントハウスは、日差しにボールを投げることから試合が始まった。現代のジュドポームでも、サービスでは、 ハザードサイドのペントハウスにボールを触れさせることが必要である。コートの長辺のペントハウスの下には観客席があり、これらをギャラリーと呼ぶ。ギャラリーはそれぞれサービスサイド側から順に、ラストギャラリー、セカンドギャラリー、ドアギャラリー、ファーストギャラリーが並んでおり、中央の記録者席を挟んで、ハザードサイドにもファーストギャラリー、ドアギャラリー、セカンドギャラリー、そして、 ウニングギャラリーがある。ハザードサイドの端の壁にあるグリルには板ないし、パネルが貼られている。グリルはかつて中世フランスの修道院で会場に設けられていた面会用の格子窓が起源とされる。その他にも壁面には様々な付属物があり、それらの要素の有無によってジュードポームのコートはデダーン型と枯れ型の2種類に分類することができる。 コートのサービスサイドにデダーンと呼ばれる観客席があるものをデダーン型コートと呼ぶ。現代のジュドフォームのコートとして一般的なタイプである。デダーン、グリル、ウィニングギャラリーは別名、勝利の窓とも呼ばれる。これらに向かってネットを挟んだ反対側のサイドにいるプレイヤーがボールを打ち込むと、そのプレイヤーはポイントを獲得できる。 デダーン型コートのハザードサイドの壁には一部せり出した部分があり、これをタンブールと呼ぶ。このタンブールがあるためにハザードサイドはサービスサイドよりも横幅が若干狭くなっている。16世紀イタリアで旧議論を表したアントニオスカイノはフランス王アンリ2世がパリのルーブル宮殿に建設したジュドポームのコートに備え付けられていたギャラリーやタンブール、グリルについて ボールの動きに複雑な変化をもたらして、プレイヤーや観客を楽しませ、このラケット球技の精明さをさらに増すものだとしている。彼型のコートの特徴は、デダーンやタンブールが見られず、代わりに取る、エ、リュウなどが存在することである。これらはいずれも、勝利の窓と同じ機能を持ち、その穴や板に向かって、ボールを直接打ち込むと得点できた。デダン型、彼型を問わず、 現存するジュドポームの専用コートは数少ない。コートの総数は約40で大半はイギリスにある。国際オリンピック資学会の元会長ビルマロンは2012年に現在も残るコートはわずか20カ所ほど。大半がフランスにあると述べている。イギリスのコート現存最古のデダーン型コートとしてロンドンのハンプトンコート宮殿のロイヤルテニスコートがある。 最初のコートは1526年から1529年にかけてトマス・ウルジーが、あるいは1532年から1533年にかけてイングランドをヘンリー・パスセイが建設した。現存するのは1626年、ないし1628年にチャールズ1世が再建設したもので、その息子チャールズ2世が改装を行っている。 イギリス王室とゆかりの深いテニスコートである。スコットランド、ファイフにあるフォークランド宮殿には1539年から1541年にかけてスコットランド王ジェームズ5世の命で作られた枯れ型のコートが現存しており、リアルテニスのコートとして利用されている。このコートのサービスサイドにはデダンがなく縦長の板状の絵と4つの方形の窓のようなルヌが あり、ハザードサイドにグリルはあるがタンブールがない。フランスのコートフランス国内にはパリ、ボルドー、ポーニ、それぞれ一つずつ、このか2008年の世界選手権の会場となったフォンテーヌブロー宮殿のクルトポーム用屋内コートがある。かつて存在したコートの中には劇場などに転用されたものがある。球技場の誓いの舞台となったことで知られる。 ベルサイユ宮殿のテニスコートはフランス革命に関する展示施設となっている。パリのジュドポーム国立美術館は全身がポーム状であったことからその名前がある。屋外で行うロングポームのコートはパリのリュクサンブール公園にあるものがよく知られている。ディドロとダランベールの百科全書掲載の図版よりラケットの製作過程とその種類木のヘラ状のものが トリケとバトワールラケットとボールラケットのヘッド部分が片側に偏っている。当初は素手で競技していたジュドポームであるが、次第に手を保護するために革紐を巻いたり手袋をはめたりするようになり、14世紀にはトリケやバトワールと呼ばれる木のヘラ状の簡易ラケットが用いられるようになった。内ベラの打球面を補強するのには、溶皮紙が用いられた。 高価な用皮紙を得るために写本をバラバラにするものも現れ、ティゥス・リウイウスの貴重な写本の一部がラケットの多いに使われているのが見つかったという逸話もある。ガットを用いた今日のラケットに近いものが登場したのは16世紀の中頃である。ジュドポームのラケットはコートの壁際のボールもすくい上げて打ちやすいようにヘッド部分が片側に偏り左右が非対称になっている。 近代オリンピックの歴史にジュドポームの名が最初に現れるのは1900年パリオリンピックにおいてである。この大会ではロングポームの競技が1900年5月27日と6月10日、リュクサンブール公演を会場に実施された。しかしながら、このパリ五輪はパリ万国博覧会の一部として開催された大会でロングポームにはパリを中心とした。 フランスのチームのみが参加し、万博に合わせて開かれた国内選手権という性格が強かった。このため、後世のスポーツシアは、パリ大会のロングポームを五輪の公式競技として行われたものとは認めていない。1908年ロンドンオリンピックは、過去20度ポームが公式競技として実施された五輪史上唯一の大会である。ロンドン大会には、 イギリスとアメリカから計11名の男子選手が出場、決勝でイギリスのユースタスマイルズを3から0で破ったアメリカの J グールド2世が金メダルを獲得した。ジュドポームの世界選手権大会の始まりは1740年、世界選手権としては最古のものとされている。著名な過去の優勝者には国際テニス伝道入りしているトム・ペティットや、 ロンドン五輪金メダリストのゼーグールドにせい、テニスのみならず、ラケッツの世界チャンピオンでもあったピーター・レイサムラが挙げられる。1996年以降、大会は多摩数年に開催されている。ロバート・フェーは1994年から2008年まで世界選手権を9連覇し、それまでピエール・エチェバステールが持っていた8連覇記録を更新。 2014年で11連覇を達成している。テニスのグランドスラム同様、アメリカ、オーストラリア、フランス、イギリスで開催されるオープン大会があり、これらが4大大会に相当する。1年で4つの大会を制覇する年間、グランドスラムは男子ではイギリスのクリス・ロナルドソンとオーストラリアのロバート・フェイが達成している。ジュド・ポームは日本語ではもっぱら競技を指すが、 フランス語では、フォームを行う競技場、球技場やテニスコートの意味にも使われる。英語でも競技そのものと競技場の両方を意味する。パリ万博では、クルトフォームの国際大会も同様に開催予定だったが、実施はされなかった。ありがとうございます。